ブライス・ハーパー、ブライス・エーロン・マックス・ハーパー、ブライス・アロン・マックス・ハーパー、1992年10月16日隊は、アメリカ合衆国イバダ州ラスベガス出身のプロ、野球選手、外野手。現在は FA。3歳年上の実刑ブライアン・ハーパーも、プロ野球選手である。スポーツ・イラストレーデッドから、野球界のレブロン・ジェームズと称される逸材である。 3歳からティーボールを始める。7歳になると10歳の子供たちに混じって野球の試合に参加するようになり、200フィート約61メートルの打球を飛ばす波外れたパワーを発揮し、相手チームから年齢詐称を疑われたため出生証明書を常に携帯していた。9歳からはアリゾナ州やコロラド州などに遠征する選抜チームに参加するようになる。 毎週のように週末に遠征に出かけていたため、移動の車の中で学校の宿題をしていた時期もあったという。12歳の時には、すでに5ヒート10インチ、約177.8センチメートルの長身であった。地元のラスベガス高校に進学。2008年にはメキシコで行われた U-16 パンアメリカ大会のメンバーに選出されている。同大会では打率。 571の成績で MVP に選出される。また、キューバ戦では終盤に登板してセーブも記録した。ラスベガス高校での2008年シーズンは38試合に出場して打率。590、11本類打、67打点を記録した。シーズンでは39試合に出場して115打数で打率。626。 14本類だ、222類だ、93類だ、36盗類、55打点、三振はわずかに5つという驚異的な成績を残している。また、U-18 アメリカ合衆国代表にも選出されている。アメリカ合衆国最大手スポーツ雑誌、スポーツイラストレーテッドは、2009年6月8日号において、表紙にハーパーを掲載した。 NBA ファイナル、NHL スタンレーカップといった主要、スポーツイベントの期間中に、アマチュア野球選手が、同志の表紙を飾るのは、異例のことだった。同氏は、五百七十フットホームランズ、五百七十フィートイコール、約百七十三点七メートルのホームラン、九十六 m p h ファストボール、九十六メートル PH イコール、約時速百五十四キロメートルの速球、 16, イヤーズオールド、16歳という歌い文句で、ハーパー紹介し、ベースボール S、初戦1、野球界の選ばれし、ものと称した。また、同じく高校時代から抜きんでた存在であり、高校時代に同志の表紙を飾ったこともある NBA クリーブランド、ヤバリアーズのレブロン・ジェームズを引き合いに出し、ハーパーを、野球界のレブロン・ジェームズと称した。 自身が表紙を飾ったことを受けて、ハーパーは信じられないと語っているが、一方では18歳か19歳になる頃にはメジャーリーグでプレーしたい、いつかニューヨークヤンキースでプレーして殿堂入りしたいと語り、自信をみなぎらせていた。2011年の MLB ドラフトで全体1位指名が有力視されていたが、代理人スコット・ボラスのアドバイスを受けた。 ハーパーの家族は当初の予定より1年早い2010年の MLB ドラフトでの指名を模索。その結果、2009年夏に一般教育習得程度試験を受験し、秋からは2年生の2進学、飛び級することになった。2010年のシーズンは66試合で打率。443、31本塁が98打点、アップス1.513を記録。 その活躍が評価され、最優秀アマチュア選手に贈られるゴールデンスパイク賞を受賞した。の MLB ドラフト一巡目、全体一位でワシントンナショナルズから指名された。交渉期限直前の8月17日に総額990万ドルで気高払いの5年契約を結んだ。は A 級で72試合に出場し、打率318。 十四本塁打、十七二塁打、四十六打点を記録。オールスターフューチャーズゲームにも出場し、7月からは A a 級ハリスバーグセネターズに昇格。しかし8月にハムストリングを痛めて故障者リスト入りし、そのままシーズンを終えた。はトリプル A 級シラキュースチーフスで開幕を迎えたが、マイケルモースの故障や、ライアン・ジマーマンの故障者リスト入りに伴い4月28日に、 メジャー初昇格を果たした。同日のロサンゼルスドジャース戦で7番、左翼手で、先発出場をしてデビューした。第3打席に、チャドビリングズリーから初アンダ、二塁打を打ち、第4打席では、犠牲フライによる初打点を記録。5月6日のフィラデルフィアフィリーズ戦で、コールハメルズから、背中へ支給を受ける。アンダで三塁に進むと、一塁への牽制球の隙を、ついて、 ホームスチールを決めた。10代の選手によるホームスチールは48年ぶりだった。その後もレギュラーに定着し、5月15日のサンディエゴパドレス戦ではティムストーファーから初本塁打を記録した。5月下旬以降は2番打者に定着し、シーズンのほとんどを2番中堅手として起用された。7月10日に行われたオールスターゲームには、 膝の手術のため出場を辞退した、マイアミマーリンズのジャカルロスタントンの代替選手として、選出された。19歳での選出は、野手としては、史上最年少で、5回から出場しに打席に立ったが、結果は、至球と見逃し三振で、アンダは記録できなかった。8月26日には2 5本塁打を放ち、トニー・コニグリアロ以来史上2人目の10代20、本塁打を達成した。 98得点、リーグ5位、93塁打、同8位も記録した。また、中堅の守備でも守備防御点プラス13と優れた数値を示した。ポストシーズンでは、セントルイスカージナルスとのディビジョンシリーズに出場したが、1本塁打を記録したものの打率、130、8三振と結果を残せず、チームも敗退した。レギュラーシーズンでの活躍が評価され、 史上最年少でナショナルリーグの新人王に選出された。2位のウェイドマイリーとは7ポイント差の僅差だった。翌年に行われる第3回 WBC のアメリカ代表入りも期待されたが、12月5日に代理人のスコット・ボラスが不参加を明言した。5月17日に左膝を負傷したために試合欠場し、5月20日に復帰したが、 5月27日に再び左膝を故障し、6月1日に15日間の故障者リスト入りした。7月1日に復帰した。オールスターゲームではファン投票の外野手部門の3位で選出され、9番中堅守で先発出場し、2打席に立ったが、結果は共にボンダでアンダは記録できなかった。この年は118試合に出場し、打率274。 20本類が58打点、11盗塁だった。は、故障の影響で、規定打席には届かなかったが、デビューから3年連続2桁本類打となる13、本類打を放ち、打率も3年連続、270台を維持した。ポストシーズンのサンフランシスコジャイアンツとのディビジョンシリーズでは打率、294、3本類が4打点と活躍したが、 チームは敗退した。10月1日には、ホセ・アルトゥーベ、ジャスティン・モルノーと共に、日米や旧2014の追加メンバーとして発表されたが、怪我で辞退した。12月15日に、ナショナルズと総額750万ドルの2年契約に合意した。5月6日の対マイアミ・マーリンズ戦にて、自身初めて1試合3本塁打を記録した。1試合3本塁打は、 球団史上4人目の快挙だった。また、22歳202日での1試合3本塁打は、6月11日にが22歳53日で、記録達成して、以来の若さだった。また翌日の試合でも2本塁打を記録し、2試合で5本塁打を記録した。5月8日のアトランタブレーブス戦で、さよなら本塁打を記録し3試合で6本塁打を記録した。 5月11日に週刊最優秀選手賞を受賞した。5月18日に週刊最優秀選手賞を2週連続で受賞した。オールスターゲームではファン投票の外野手部門の1位で選出され、3番右翼手で先発出場し3打席に立ったがまた安打を記録できなかった。9月16日の対フィラデルフィアフィリーズ戦では7回に右中間深くに 本類打を放り込み、自身初のシーズン40本類打に到達した。最終的には42本類打で、本類打を獲得。打率、330、三輪差のリーグ2位、99打点、リーグ5位、38二類打、同5位、対、124四球、同2位、15個位四球、同2位、対、118得点、同1位、出塁率、460、 長打率、649、いずれも、両リーグ1位だった。この活躍が評価され、満票で、ナリーグの MVP に選出された。22歳と353日での MVP 受賞は、史上3番目の若さ、満票の受賞者としては、史上最年少という快挙だった。ハンク・アーロン賞、シルバースラッガー賞も受賞した。 4月14日のアトランタブレーブス戦3回裏の満塁の場面でフリオテヘランから通算100号となる本塁打を放った23歳181日での達成は史上8番目の若さであったこの週は週間 MVP も獲得した5月8日レーダ数7出塁レーダ数6支給1支給でのメジャー記録を残した1試合6支給は ジェフ・バグウェルと並んで、大記録。5月は3 3四 c 球と勝負を避けられ、月間打率は200と低迷した。前半戦は打率256、19本塁打に止まったが、ファン投票で4回目のオールスター出場となった。後半戦はさらに調子を落とし、打率はキャリアワーストの243だった。一方で投塁は、 キャリアハイの21盗塁を記録した。は、開幕から好調で、4月は、391.9本塁打という数字を残し、週間 MVP も獲得した。5月29日の対サンフランシスコジャイアンツ戦で、ジャイアンツのハンターストリックランドより支給を受けたことに、月光し、ヘルメットを投げつけて、殴り合いの乱闘となり退場処分を受け、翌30日に、 MLB より4試合の出場停止と罰金の処分を受けたが、この処分について異議申し立てをした結果、31日に3試合の出場停止に軽減された。5月以降成績はやや落ち着いたが、それでも前半戦をリーグ3位となる打率。325本塁打、打点でもリーグトップ10という成績を収め、リーグ最多得票で3年連続となる。 オールスターゲームに選出された。8月7日のマーリンズ戦で通算150本塁打を達成し、24歳295日での達成はマイク・トラウトと同じだった。8月12日の試合で左膝の骨座礁を追い DL 入りした9月27日に復帰。その影響もあり出場試合こそ多くなかったもののアップスは1を超えるなど良い成績を収めた。 ポストシーズンでは NLDS でシカゴカブスと対戦し、自身はサヨナラ勝ちにつながる同点本塁打を放つなどしたが全体としては打率。211投てず、チームも敗退した。なお、5月13日にナショナルズと1年の契約延長の合意をしており、2018年の年俸は2165万ドル、約24億円で、これは、 年俸調停の権利を持つ選手で史上最高額である。2018年は開幕から不調で前半戦終了時点での打撃成績は214.23本塁打と本塁打こそ多かったものの打率は低迷し三振も102と多く荒さが目立った。しかしオールスターゲーム及び本塁打競争に選出されたナショナルズの本拠地である。 ナショナルズパークで開催されたオールスターゲームの本塁打競争では父親のロンが当主を務め決勝ではカイルシュワーバーと対戦すると残り47秒で14本塁打を放ち勝利するなど大会計45本塁打で優勝を飾った。なお、ナショナルズは本塁打競争を前に特定の5試合についてハーパーが本塁打を放つごとに1ドルずつチケットの 代金を下げると告知していた。ハーパーが打球を45本スタンドに運んだことで、販売中のチケットの最低価格は1ドルになり、ナショナルズは、ツイッター上で、球団の経理部に対してこうに、謝罪の言葉を伝えている。オールスターゲームでは2打数無安打に終わった。後半戦は復調し、打率。300、9月には週間 MVP を獲得した。八月十七日には、 キャリア通算500打点に到達した。最終成績は打率249.34本塁が100打点で自身初のシーズン100打点を記録した。また130四球はリーグトップだった。しかし、守備面では外野守備合わせて DRS26 ザー -14.4 とメジャーリーグ全体で最低だった。10月29日に FA となった。 アレックス・ロドリゲス、ケング・リフィー・ジュニアといった、高卒全体一位指名のスター選手と比較される、逸材である。身長6フィート3インチ、約191センチメートル、体重220ポンド、約100キログラムとい恵まれた体格を持ち、左打席から鋭いスイングを繰り出す。アマチュア時代のポジションは主に保守であり、三類種や遊撃手を務めることもあった。 黒ロ入り後は、打撃と強権をより活かすために、外野手に、コンバートされることになった。高校時代の守備位置は保守であったが、投手としても活躍し、最速96メートル PH、約時速154キロメートルの速球に加え、カーブや、チェンジアップも操っていた。天才ぶりは幼い時から知られ、9歳の時には、 すでに雇われ選手として全米各地の大会に出場するようになっていた。米国では少年野球がビジネス化、名門チームが戦績を上げて名を売るために大会ごとに優秀選手を金で雇う行為が状態化している。ハーパーが12歳の時に大会に出場した際、彼は大会が行われたアラバマから電話で母親のシェリにマーマーの成績だったと言ってきたが、その後、 コーチから、マーマーの中身が、12打数、12アンダー、11、本塁打だ,だったと知らされたである。母親が、息子は、天才と、はっきり認識するようになったのは、その瞬間だったという。ビッグマウスで、目標を聞かれると、伝道維持さ。史上最も偉大な野球選手と思われたいねと語り、G 級誌で、球界にはもっとスーパースターが必要だ。 アルバートと俺は互いに尊敬し合いていると発言した。一英でプレーしていた頃は、ホームランを打った後感触を味わうように打球を見送り、当主に何か言われると、ホームインの時にキスの仕草で応じ、F、ファック、U と呟いた。走行手に引い出た才能とともにこういった部分を指して、g 級氏は、ネクストバリー・イボンズと形容した。ピートローズとミッキーマントルのファン、 野球をより人気のあるスポーツにするためには感情をもっとあらわにするべきだと考えており MLB に存在する暗黙の了解を嫌っているこの考えを広めるためメイクベースボールファンアゲインというスローガンを掲げ T シャツや帽子などのグッズを販売した楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください